カレン・バレンタインはアメリカの女優である。ABC が1969年から放送したテレビシリーズ黒人教師ディックスの新任教師役で有名となり、1970年にはこの役でエミー賞を獲得している。1947年、カリフォルニア州セバストポルの養鶏農家に生まれる。ポルトガル出身の家系で、生もバランタンという綴りであったが、 バランタンと読まれることが多かったことから、バレンタインが生まれる前に祖父がいいのついた綴りに変更した。1963年には、ミスティーン・エイジアメリカに出場、ミスティーン・エイジタレントに選ばれた。これがきっかけになって1964年、エドサリバン賞にも2回出演した。1965年4月には、ミス・ソノマ軍に選ばれたほか、様々なミスコンテストで、 ミスに選ばれた。1966年美人コンテスト番組ザ・ドリーム・ガール・オブ1967に出演した。男性司会者を相手に番組を進行させる役で番組開始当初はビバリー・アダムスが務めていたが開始翌週にバレンタインに交代した。バレンタインはこの役を1967年まで務めた。この時期には同じく チャック・バリスがプロデューサーを務める番組ザ・デイティング・ゲームにも出演している。黒人教師ディックスでロイド・ヘインズと共演するバレンタイン1969年バレンタインはこの年に始まった ABC のテレビシリーズ黒人教師ディックスで新任教師アリス・ジョンソン役を演じた。番組では先輩教師ピート・ディクソン役のロイド・ヘインズや校長役の マイケル・コンスタンチンらと共演、知名度を得た。バレンタイン自身によれば、番組の配役担当者と面接し、何ヶ月も連絡はなかったが、その後呼び出されて、プロデューサーのジーン・レイノルズと会ったところ、ジョンソン役に採用になったという。この面接では持ち物を落とすなどの不手際があり、本人は悲観視していたが、レイノルズはそうした不器用さこそ、 ジョンソン役にふさわしいと考え採用にした。バレンタインはこの役で1970年にエミー賞の助演女優賞を受賞。1971年にはゴールデングローブ賞にもノミネートされ、番組が終了する1974年までジョンソン役で出演した。1969年にはテレビ映画ギジェットグローズアップで主役のギジェットを演じた。 サーフィンを知った少女を扱った小説を原作として、テレビシリーズや映画で様々な本案作品が公開されてきた。この作品ではサーフィンから離れ、年上の男性との恋愛が盛り込まれるなど、様々な新規軸が盛り込まれた。テレビシリーズ再開のパイロット版として作られた作品で、シリーズ再開には至らなかったものの、バレンタインの演技は高評価を受けた。 俳優以外の活動もあり、1971年には NBC のクイズ番組ザ・ハリウッド・スクエアーズに出演した。宣伝目的で短期間のみ番組に出演する俳優が多い中、バレンタインは急速に番組に馴染み、1975年までセミレギュラーで出演した。巨大な三目並べ番上の回答者席の中央マスにジンドル・ポール・リンドは、 ギジェットグローズアップでの共演経験もあり、バレンタインがお気に入りであった。交友関係も広がり、バレンタインが新居に引っ越した際にはパーティーを開き、黒人教師ディックスやザ・ハリウッド・スクエアーズの出演が縁で親交のある友人全員を招いた。黒人教師ディックスで認知されたバレンタインは1972年、オハイオ州の劇団の公演、ザ・ムーン・イズ・ブルーに出演した。 この作品は、ガツアオクシテの題名で映画化されたこともある、コメディ劇で、テレビシリーズ、ザ・ボールド・ワンズ・ザ・ニュー・ドクターズの出演で有名なジョン・サクソンも出演していた。1979年に、ブロードウェイのバディモア劇場で開幕した、バーナード・スレード脚本のロマンティック・コメディでは、1980年から、ミア・ファローと交代し主役を演じた。 黒人教師ディックス終了後、1975年には、バレンタインが主演で、タイトルにもその名を冠した、シットコム、カレンも作られた。この年には南アフリカで撮影された、ドリーポップに出演し、この映画が劇場幼鳥編映,映画の初出演となった。ディズニーの実写映画、ホットリードコールドヒートでは、教師役を演じ、ザノースアーベニューイレグヤラースでは、 マイケル・コンスタンチンと共演した。テレビシリーズへのゲスト出演も多く、1977年には、刑事、スタスキーハッチや、所長、マクミランに出演している。1980年、ニール・サイモンが映画、グッバイガールに書いた脚本に基づくテレビシリーズを、MGM と NBC が企画し、バレンタインはこの年撮影されたパイロット版。 グッバイダズントミーンフォーエバーに主役として出演した。シリーズ化は難航し、主役を別の女優に変えて2本目のパイロット版が作られた。こちらも NBC の意に沿わず、主役をバレンタインに戻して3本目のパイロット版がデモテープの形で作られた。しかしシリーズ化には至らず、1982年に最初のパイロット版がテレビ放映されただけに終わった。 そのようなごたごたはあったものの、テレビ映画、ビンワン刑事メアリーでは病気の息子を支えるため、刑事となった女性を、若妻たちの起業でも、経済的理由で、コールガールになる三人の主役の一人を演じた。1985年には、NBC の番組、アワータイムで司会を務めた。この番組は1960年代に青年期を過ごしたベビーブルマー世代が、 当時の思い出を語り合うもので、この世代の解雇の対象となったバレンタインが司会を務める形となった。自身もこの世代に属するバレンタインは、チアリーダーをしていた高校時代について語り、当時の印象深い番組として、江戸サリ番賞を挙げた。テレビシリーズは、ジェシカ・おばさんの事件簿や、トワイライトゾーンにゲスト出演した。1992年には、オフブロードウェイの、 ブレイキングレックスに出演し、レストラン経営者の娘役を演じた。1996年にもオフブロードウェイのザ・サンタランド・ダイアリーズで本編の序章となる独白劇に出演、夫の作った非政治に出会った主婦の役を演じたが、後に公演は独白劇の部分がない形に変更された。50代以降も俳優を続けており、2003年には、 バーバンクのファルコン劇場で上演されたマグノリアの花たちでシェルビーの母マリンを演じた。2004年のテレビ映画ウェディングデイズではジョン・ラ・ロケットと共演し3人の娘がいる夫婦を演じている。ありがとうございます。